昨年の第4回大会は東日本大震災から10日も経っていないというでした。大会が開催されるのは不安だったと覚えています。僕たちは3月以降も柔道の練習で試合になりました。宮城県から女川柔道スポーツ少年団、千葉県は柔道スポーツ少年団の皆さんが大阪に来てくれました。僕たちの想像できない強い気持ちで日々の生活や柔道をされてきたかと思います。試合では失礼なりを全力で戦わせてもらいますが、今日は一緒に楽しみましょう。17年前の阪神・淡路大震災を経験した私たちでさえ、想像を絶する地震や津波、原発による被害が連日ニュースなどで報道され、何らかの形で東北の皆さんの手助けをしなければならないという気持ちとともに、毎日の家族との時間、子どもの成長を見守れるありがたみを改めて考えさせられた一年でした。お腹は7時半からお越しの皆さん、ようこそ大阪へ。お子さんの柔道の応援だけでなく、大阪の食や文化、そして我々地元の柔道をご堪能ください。先生、僕たち青春指導は今日も柔道の仲間、先生や家族と大好きな柔道ができる環境に感謝し、力を入れられているのがことを誓います。我々保護者指導は、子どもたちが大好きな柔道を全力で応援し支えることを誓います。平成24年2月26日、選手代表大阪府審議官5年生、上川正之助。母、ひろみ。